はい、本日も妄想タクシーご乗車ありがとうございます。本日ダブルチーズバーガーマックランチ、お茶とサラダ、これダブルチーズバーガーね。本日こちら行きたいと思います。はい、それでは皆様の期待通りなメニューでしょうか。マックです。マックランチセットメニュー行ってみたいと思います。マックです。サラダ、それではいただきます。ダブルチーズバリューランチ、ダブルチーズバリューランチ行ってみたいと思います。それではこのストローね、カラフルなストロー、でこれをこちらに刺して、いただきます。うん、美味しいじゃん。これ何？お茶って言ったんだよね。お茶です。そして。サラダ、こちらのドレッシングをかけます。玉ねぎドレッシングを選びました。まずはサラダからいただきます。それではダブルチーズバーガー、こんな感じです。行ってみたいと思います。いただきます。美味しいじゃない。マック美味しいね。紅葉見ながら、美味しくマックを食べる。もうソタクシー走らせてるとね、もうね、クリスマスのイルミネーションがちらほらちらほら。今日はね、若いカップルがね、なんか美味しそうな匂いをさせながらもうソタクシーに乗り込んだんで、前回松屋食べたのを思い出してね、そちら松屋ですかと、違いますと言われる、あ、そうですかみたいな。美味しいのこれね。美味しい。これってさ、ハンバーガーバトルある？ハンバーガーバトル、チーズバーガーバトルあるかな。
ないかな。あるかな。チーズバーガーだからね、同じメニューでチーズバーガーバトル的なものがあるかな。ないかな、あるかな。とても美味しかったです。チーズバーガーバトルあるかないか、もうバトルってもう言っちゃってんじゃん俺。ないよ。あるかな。ごちそうさまでした。松原中央公園、みずほ松原中央公園。妄想タクシー、本日もご乗車ありがとうございました。